はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さてさて、やっていきたいと思います。今回はですね、特にまあお知らせとかね、特に新しいのないので、リクエストですね、いつも通り。はい、ということで今回もリクエスト、今回ですねまず肉食で、このこいつですね、スコーピウスレックス、まあ、第2のレックスって名前がついてるやつですかね。新しい骨格のね。で、次にユドンで、最後にどこにいるんだろう、ソノラサウルスじゃなくて、これですね、ストルティオミムス、あの先日作ったやつですねっていう順番なんですが、ちょっとこの順番だとね、さすがにあのインドラプトとか出てきた時に、ちょっと最後がストルティオミムスだとどうしようもなくなるので、ちょっと順番を変えて、一番弱いこの草食竜のストルティオミムスを一番先頭にして、で行きたいと。まあユドン、まあスコーピウスレックスユドンみたいなね感じで行こうかなと思います。はい、ちょっと今日ちょっと喉の調子が悪いんでね、ちょっと許してくださいね。はい、わあ、インドラフル第2世代2匹もいるわ。容赦ないね、めっちゃ容赦ないね。これストルティミウスはほんとため役にしかならない、ワンパンされちゃう、ストルティミウス。さあ、2からのめっちゃ考えてんな、めっちゃ遅いな、2マックスはい、ストルティオミウスやっちゃいました。おお、スコーピオスレックス、おお、かっこいいね。これいけるかな、おら、おーし、よしよしよし。これでなんとか、まあ、いけるようになりましたね。ちょっとストルティオミムスのね、出番が少なすぎて、申し訳ないんだけどっていうね。はい。さあ、何もしてこなかったんで、こいつは、レベルが13ということでね、めっちゃ弱いんで、まあ、普通に行ってもいいかな。うん。おう、オッケーオッケー、いけたいけた。おら。さあ、あとは、草食竜のギガキロケファロス。ギガノトサウルスの遺伝子を継いだ。まあ、最新のね、まあ、スーパーハイブリッドなんだけど、ちょっと残念性能という感じですよね、正直。さあ、これは、なんかやってくるかな ?7 アタック?7 アタックとかやってくるのかな、何もやってこない。これでガチでガードしてたらビビるね。一回 PVP であったんだよね、昔ね。おっしゃーと思って、何もやってこなかったと思って、マックスアタック8とか入れたら8ガードされてて、って思って、あの時はもう本当に、あのガチの PVP、多分人間とやってたみたいな感じなんでね。おー、かっこいいね。本当に人間でしたね、あの時はね。読み合いが本当に人でしたね。人。ここでこのアタック来るだろうって思ったら来なくて。で、こっちからね、マックスアタック、ここチャンスだと思ったら、マックスガードなんていうね、してるっていう事態もあったんでね。昔は PVP も、人間とプレイできたんだけどな、なんで途中からボットになったのかなっていうね感じですよね。はい、とりあえずストルティオミムスをね、今回はあのまあ一番新しい恐竜ということでね、こいつをちょっとこうこいつに花を持たせたいんで、ユドンとスコーピウスレックスは2番手に、で、コブ2枚と。まあ、コブ2枚も積めば、結
構、まあ攻撃力も上がると思うしね。おお、これまたしてもインドラプトル第2世代2匹。はあ、容赦ないね。おお、しかもコブあるやん、向こう。コブが1個あるやん。これちょっと、怖いな。これはちょっと、怪しいな。これはちょっと怪しいな。はい。これはワンパンはされないけど。まあ、ストルティオミウスでちょっと毒でね、与えつつって感じになるな。弱っ。まあ地道にね、こうボディーブローを効かせていくと地道に減るんでね。ウリトロナックスなんかはちょっと沈められそうですね。毒でね。何もしてこなかった。2ガード。いや、おかしいだろっていうね。はい。ウリトロナックスをちょっと地味に削っていきます。で、まあ、ここで4が来てようやくストルティオミムスが死んじゃう。おお、4来たね。はい。さっきよりはちょっと長生きしたね。そして、ユドンで、まあ、これで、12000、もう1。おりゃ。はい。インドラプトル第2世代2匹目。レベル38。さあ、こいつがコブ持ちの4かの4。おお、やってくれるやん。こういう時はもうスコーピオスレックスだよね。はい。さあ、16000のアタックを食らうか。おりゃ。よし。スコーピオスレックス強いね。さあ、高速なんてのも来たけど、意味ないね。スコーピオスレックスの骨格すごいな、なんか。ほんと人間みたいに二足歩行みたいに立つよね。はい。もう、こういう時はもうガチで。おりゃー。よし。すごい立ち方。おお、すげえ立ち方だわ。はい。ということで、こんな感じで、ね、新キャラ、まあ、前回、先日も言ってましたけど、新キャラを織り交ぜてのリクエストを、まあ、優先してね、お答えしていこうかなというふうに、まあ、切り替えたんで、まあ、ただね、その新キャラクターのリクエストを優先するといっても、やっぱり、新キャラクターばっかりの、リクエストになっちゃうと、それもそれで、どれ、優先順位がまた、ごっちゃになっちゃうんで、まあ、適度に、こうね、いろいろ織り交ぜていこうかな、というところですね。はい。ってな感じですね。また新キャラクターがね、こう、今はなんかハイネリアの、なんかイベントやってますけど、なんかまたハイネリアの、なんかハイブリッド来るのかな、とかね、いろいろ想像してしまいますね。はい。てな感じで今回この辺で終了したと思います。またね。